3時のご褒美、ホットビートカフェ。作る人を幸せに、食べる人を笑顔に、ホクレン。実りある種を育てる北海道クボタ。廃車買取の伊丹車両がお送りします。毎週金曜午後3時に開店するホットビートカフェ。その店のメニューはただ一つ。毎週マスターが道内各地から取り寄せているというこだわりのスイーツ。一週間頑張った自分へのご褒美にはぴったりの店だ。さあ、今日はどんなスイーツをいただけるのだろうか。アジア。ああ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。いやー、なんかムシムシするし暑いしねえ。いやー、東京とかよりはいいんだろうけどもね、北海道にもなんか梅雨がある、そんな感じがするよね。ジメジメしますね。さあ、今日はどんなスイーツですか。はい、今日は歴史あるお菓子屋さんです。岩見沢市の天狗饅頭本舗の天狗饅頭です。ほう。はい、1954年に岩見沢市で廃業寸前の天狗屋というお菓子の問屋の屋号、お菓子屋さんの問屋屋号を現在の社長斉藤さんのご両親が譲り受けた時から始まったという。でも歴史ありますね。そうなんです。開業当初はご両親はお菓子作りがやったことなかったそうなんですけど、開業前に饅頭作りの手ほどきを職人さんから5日間だけ受けただけだった。あ、集中的に。はい、その毎日が勉強で、味や配合はお客さんから教えられたという天狗饅頭本舗のお饅頭、今や岩見沢の名物となっております。そうかそうか。はい、地元で愛され続けるだけではなく、ふるさとを離れた人に懐かしさを届け、その土地を見知らぬ人には、見知らぬ人には町の風を伝えるという、そんなお饅頭になっております。ただいまお持ちします。少々お待ちください。なるほどね。え、味や配合はお客さんから教えられた、なんかいい言葉ですよね。どれどれ、メニュー表を見てみよう。およそ30種類あるお菓子の中でも定番商品の天狗饅頭、1954年生まれ。ゴジラが誕生したのが1954年。ゴジラと同い年。なるほど。創業以来変わらぬ味で、もっちりふわふわ、こしあんがぎっしり、こしあんがぎっしりっていうのがいいね。天狗饅頭本舗の天狗饅頭、楽しみだ。お待たせしました。天狗饅頭本舗の天狗饅頭です。ありがとうございます。うわー、はい、白、赤、茶色、3色出てまいりました。はい、ザお饅頭、ザって感じですね。ですね。はい、はい、色が違って、中身はどれもぎっしりと自家製のこしあんが入っております。こしあん、いや、どれいただこうよ。やっぱりなんか饅頭、紅白饅頭もいいけど、やっぱり茶色の饅頭かな。茶色いいですね。こちら茶色はですね、はい、沖縄産の黒糖を使用するなど、着色には天然のものを使っております。はい、はい、作り方も創業時と変わらず、馴染みのお客様からも昔と変わらない懐かしい味とよく言われるそうで、はい、保存料や余分な材料を一切使用していないので安心して食べられます。どれにでは、茶色のその饅頭をいただこうかな。あ、手に持った瞬間に、饅頭もまあ大きめですし、でずっしりときますね。はい、はい、で割ってみますよ。ふわふわの生地なんですが、中を割ると本当に薄皮でぎっしりとこしあんが入ってますね。はい、ではいただきます。あ、割ってみたらすごいもちもちだ。まずね、食べてみたら、はい、もっちもち、食感の皮が、はい、で、あんより先に黒糖の香りが口の中にふわって広がります。はい、で、その後こしあん、このこしあんのね、いい水分量、もうこしあん派の私としては、
こしあんってもう本当にしっとりなこしあんからどちらかというと硬いこしあんまでありますけども、このちょうどいいしっとり加減のこしあんがいいですね。ほろけるような感じ、ほろほろってくる感じのね、はい、うわーこれはね緑茶が似合う。あーいいですね、うん、はい、ちょっとさっぱりしてる味わいかなと思うんですけれども、うん、甘さはありますけれども、そうですね、はい、ほんのり塩の味を感じるこしあんになっておりまして、そうですね、はい、うん、確かに、で、あんにはアルカリイオン水を使っているということで、はい、飽きずにいくつでも食べられるように仕上げております、うん、さっぱり系と言っていいのかな、はい、そうですね、あんで言うとね、はい、うん、ベタベタしない感じがします。そうですね、はい、うん、あんの原料は小豆、こちら十勝産使っておりまして、さすが、はい、お店で扱うその他の商品も地元のものを使用するようにしております、うん、はい、時期にもよるんですけれども、肉まんの原料、肉まんも販売しておりまして、はい、原料には今見沢さんのキャベツ、または玉ねぎですとか、素材についても創業時の時と同じような変わらない味を常に目指しております、うん、はい、これはもう定番中の定番、うん、名物、ザおまんじゅうって感じですね、はい、ですね、うまい、はい、歴史のあるお店ですから、こちら天狗まんじゅうにまつわるエピソードが何個かあるんですけれども、はい、ある営業マンの方がお得意様にお土産として天狗まんじゅうを渡したんですって、うん、すると大変喜んで1億円の商談がまとまったという。お素晴らしい、お土産にね、はい、うん、運気を上げてくれるかもですね。さらに運気がこう上がるお話で、駅前店に置いてある岩見沢教育大学の生徒さんが作ったという天狗の人形の頭を撫でたら宝くじが当たったというお客様もいらっしゃるそうです。伝説がいろいろありそうだね。そうですね、で紅白の饅頭もあるからさ、めでたい、これめでたいですよね。そうですね、縁起もいいですね、うん、はい、で週末岩見沢ではジョインアライブが行われるかと思うんですけれども、うん、来週末ね、はい、こちら人づてに聞いたお話だそうなんですが、はい、以前出演したパフュームに岩見沢名物の天狗まんじゅうですと言って渡したら、広島出身ゆえに私たちはもみじまんじゅうを応援していますと渡した方は言われたそうです。それはちょっとディスリーですか、まあ、両方愛してくれるとね。そうですね、はい、いいですね、はい、食べているはずですしね、はい、パフュームさんも、うん、はい、美味しいと言ってくれてると思います、はい、うん、であのお店にはですね、はい、まんじゅうもそうなんですけれども団子も置いてあるということで、はい、団子三兄弟の歌が大ヒットしたかと思うんですけれども、はいはい、天狗まんじゅう本舗のお団子が4つ刺さってるそうなんですね。あ、そうなんだ、はい、うん、で団子四兄弟ということで、その天狗まんじゅう本舗の斉藤社長が当時は複雑な気持ちで早く流行が終わらないかなと、うちは4つだよ、いや三兄弟で密かに1個多いんだよ、いいんだよ4兄弟にしてくれよみたいなね思っていたそうなんですよ。密かに心の中でそう思ってたそうです。はい、お店では団子ももちろん置いてるんです。置いてます。団子も食べてみたいですね。そうですね、はい、どちらかというと今日はおまんじゅう三兄弟出してもらいました、うん、はい、茶色と白と赤と、はい、はい、美味しいですね、はい、美味しいです、はい、はい、こちらお団子おまんじゅうもちろんですが、蒸しパン大福、うん、あと季節商品として桜餅ですとかおはぎべこ餅なども販売しております、はい、うん、はい、昔からご両親がお小遣いの少ない子どもたちや学生に安くて美味しいおまんじゅうを食べてもらいたいというふうに話していたそうで、嬉しい、はい、お一つ税込み120円です、うん、優しい優しい、うん、はい、でこの時期はソフトクリームがとってもおすすめだそうです。お、いいね、はい、口当たりは柔らかく滑らかな舌触りでさっぱりとした深みのある甘さのソフトクリームだそうで、うん、柔らかいのが特徴で、うん、傾けないでくださいねと言って渡すんだけれども、出口を出た途端にあーと落としてしまうお客様が、うん、あるあるですね、はい、それぐらい柔らかなソフトクリームです。そうですか、はい、こちらもこだわってまして、粉末の原料にアルカリイオン水の熱湯を注いで、うん、泡立て器でよく混ぜて作っているそうで、はい、おまんじゅうそしてソフトクリームも作りたてのものを味わっていただきたいというふうに、うん、いやいや、もうなんかこのおまんじゅう自体も柔らかさにこだわってる感じがする。そうですね、ソフトクリームも結構多分柔らかさにこだわってるんでしょうね、はい、うん、でソフトクリームお味バニラのみです、はいはい、でコーン普通のタイプと、はい、ワッフルコーンとチョコレートをワッフルコーンにコーティングした天狗まんじゅう本舗オリジナルタイプという選び放題と なるほど、へえ、いろいろ味があるんですね。そうですね、オリジナルタイプは、
そのミルクチョコレート味、いちご味、きなこ味という、うん、あのオリジナルのワッフルコーンにコーティングしたもの、ソフトクリームは税込み270円からで、ワッフルコーンは380円ということで、うん、こちらもお手頃かなと思います。今度ソフトクリームとこのおまんじゅうのコンボみたいなのをちょっと、おあんとも合うじゃないですか。合いますね、はい、ぜひちょっとまんじゅうとかお団子とかもソフトクリームコラボして、ね、新しいですね、はいはい、ぜひチャレンジしていただければジョインアライブとかで受けるんじゃないですか。あ、そうですね、うん、はい、ぜひフェス帰りに、はい、お店の情報です。岩見沢市五条西9丁目、うん、こちらが五条店です。で、岩見沢駅すぐには駅前店というふうにありまして、はい、2店舗岩見沢市内にあります、うん、営業時間は駅前店が午前9時から、五条店が午前10時からで午後6時までとなっております。定休日は日曜日です。はい、はい、いやもう本当にふっくらもちもち、そしてこしあんがもう程よくほろほろというザ・まんじゅう、天狗まんじゅう本舗の天狗まんじゅう、ごちそうさまでした。ありがとうございました。来週もお越しをお待ちしております。今週頑張った自分へのご褒美、そして週末に向けてのエネルギーチャージ、これで完了。ホットビートカフェではあなたにとってのとっておきのご褒美スイーツ、お菓子を教えてほしいそうだ。マスターのお眼鏡にかなえば取り寄せてメニューになるらしい。グッドアットマーク hbc.co.jp まで。来週はどんなご褒美が食べられるのか楽しみだ。